はい、皆さんこんにちは。ミーの占いと心理学の世界へようこそ。はい、今回はですね、昨夜テレ朝の生放送の報道ステーションですよね、報道ステーション中にこう演説をね打ち切られてしまった N 党の立花隆さんについて占っていきたいと思います。はい、これねかなり話題になってるんですけれども、まあですね、こう生放送でまあいろんなね党首の方がまあ選挙前に自分のね持論を話すっていう、まあ、趣旨でございまして、その中でですね、立花さんがですね何を言ったかというと、まあ、テレビは洗脳装置であると、皆さん気をつけてくださいということを言って、で、まあね、その番組の進行のアナウンサーさんからですね、その発言やめてくださいって言われて、でもそれでもやめなかったんで、まあ結果、追い出されてしまった。もしくはまあ、追い出される前に出ていったっていう感じだと思うんですけれども、まあそういうね、ことがございました。で、かなりね、波紋を呼んでおりまして、しかもですね、この立花さんがですね、まあ追い出された後にご自身の YouTube で、まあこの紙を見せられてね、その紙の中に、まあテレビ朝日さんからですね、こう番組の趣旨に関係ないことは言わないでくださいってことをね言われたと。でそういったことをね政治家に言うのはいかがなものかと、うん、言論の自由はないのかということをね訴えられたりしたんですが、まあ、これにも裏があるらしくって、なんかね事前にこういろんな噂をね立花さんが流していて、でそれであのテレビ朝日さんがそういう忠告をされて、でそれをまあねあのこう暴露されてしまったというね裏もあるらしいんだけれども、まあどうでしょうねどっちもどっちというか、そんな感じはあるんですけれども、ですので今回はですね、まあ、謎が多い N 党の立花さんですよね。立花さんが一体星回り的に見るとどういう星なのか、あとは、まあ、テレビ朝日さんと、まあ、立花さんがお互いに今どう思ってるのかという部分をね占っていきたいと思います。はい、ではですね、占いを始める前にお知らせだけねさせてもらいたいと思います。はい、私ミーはですねオリジナルの再生戦術で日々占いをさせてもらっております。占い個人鑑定お悩みカウンセリングを行っておりますので、気になるよって方はですね動画の概要欄から詳細ご覧ください。あとですね、Twitter、Instagram もやっております。特にですね、インスタグラムでは詳しいタイプ別診断も行っております。もしよろしければチャンネルの概要欄にリンクございますので、そちらからね飛んであげてください。またですね、動画の概要欄の方でも簡単なね診断方法を書いております。でですね、今三択占いのサブチャンネルも準備中でございます。もしよろしければそちらもね登録の方よろしくお願いいたします。さて、ではですね、占っていきたいと思うんですけれど、まずね、星回りの方から見ていきたいと思うんですが、立花さんの星がですね、メインが天星、サブが三星になりまして、実はね、この二つの星、まあメインが7割くらい、サブが3割くらい正確にね、影響すると言われてるんだけれども、あのね、実は真逆なんですよね。性格だけで言うと。二つの真逆の性格を同時に持っている、そういうね、特殊な、方かなというふうに思いますね。じゃあまず三星、サブの方から見ていきたいんだけれども、あのね、この三星という星は、自分の正義、自分が正しいと思うこと、自分がどうしたいかをすごくね、重視する方が多いんですよね。ですので、結構周りから見れば、なんで今そんなことっていうふうに思われるかもしれないんだけれども、でも、自分がこれに価値があると思ったら、それをコツ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 積み上げていく、そういったね、パワーがある星になります。ですから、まあ、すぐにはこう流行に乗れないかもしれないけれども、回り回ってある時ドーンとね、行くとか、そういったね、職人気質の方とかね、そういった方が、まあ、結構当てはまる星になりますね。で、次です。メインの星なんですが、これが天星になりまして、この星が本当に三星とは真逆で、あのね、こう、自分がどうしたいかではなく、どうすべきか、社会にとって何がいいのかということをすごく重視する星になります。ですから、本当にべき論で動くっていうか、社会のためにどうしたらいいのか、社会から見て自分はどうすべきかということを考えて考えて行動するタイプになります。ですから、どちらがいい、悪いとかではなくて、本当に真逆、真逆の突き進み方をされる星を持ってらっしゃるのかなって感じがしますね。で、星だけで行くと、まあ、結構立花さんね、なかなかトリッキーなことをされるので、なんていうのかな、こう、まあ、言ってしまえば愉快犯的な、楽しんでやってるみたいな、政治をおもちゃにしてるとかね、思われるかもしれないんだけれども、でも星だけで見ると、全然そんなことはなくて、むしろ、自分が、必要だと思う正義、社会にとって今これが必要だ、でそのためには自分はこうすべきだっていう結構使命感、そういったもので動かれてるのかなって感じがしますね。なので多分彼の主張って最初から
まあ、NHK さんか公共放送であるとかマスコミ、そういったものに対する、まあ、アンチテーゼというか、こう、告発であったり、暴露であったり、こう、戦いだと思うんだけれども、まあ、それは多分一貫してあるんでしょうね。で、それをすべきだと思ってらっしゃる。で、それの、目的を達成するためには、やっぱりこう、ね、知名度を上げなきゃいけない。いろんなことをしなければいけない。それで、こう、ああいった、なかなかね、目立つようなことをされてるっていう感じ。で、その、おそらく目立つようなことをするということに関しては、他人の目を気にするというよりも、どちらかというと賛成ですから、自分がどうしたいかとか、自分の価値観でやるっていうことが出てきて、まあ、ああいったね、こう、突き進んでいく、はい、あの姿勢ね、なってらっしゃるのかなって感じがするんですよね。ですから、なんていうのかな、彼なりの正義。彼にとっての社会貢献のためにやってるのはやってるっていう感じがね、結構するのかなというふうに思います。それでいくと真面目だなというふうに思うんだけれども、で、結構まあ突拍子もないことはねされているんですけれども、多分ね、それってね、ちょっとね、サイコパス的な気質もあると思うんですよね。で、サイコパスって言うと、やばいじゃんっていうふうに思われるかもしれないんだけれども、サイコパスだからといってみんながみんなね、こうやばい方ではなくって、むしろ才能だと思うところもあるんですよね。というのも、まあ会社の経営者さんとか、あとはお医者さんとか、まあ、そういった力を持ってらっしゃる方の中には結構ね、サイコパスの方が多いんですよね。成功する確率が非常に高い。それはなんでかっていうと、リスクを恐れないんですよ。リスクを恐れないし、自分がどう見られてるか、どう思われてるかってことにあんまり関心を持たない。だからこそ、自分がこうしたいと思った目的達成のためならば、どんなね、突拍子もないことであろうが、どんなに非難を受けることであろうができるっていう、そういう才能があるんですよ。ですので、まあ、多分立花さんも、ちょっとそういった、サイコパス的な部分がちょっと終わりになるのかなって感じがするんですよね。まあもちろん行き過ぎるとね、本当になかなかしんどいね、ことになっている方もいらっしゃるんだけれども、まあ、サイコパスはね、ちゃんとこう、使いこなせるのであれば、とてもね、一種の才能、だというふうにも思ってるんですけれども、はい、まあそんな感じかな。でね、まあ、色からもね、ちょっと見ていきたいんだけれども、立花さんのお好きな色がね、わからないんですよね。まあ、昨日のね、お洋服はウクライナカラーでいらっしゃったし、まあ、基本スーツでいらっしゃるので、まあ、ネクタイの色くらいから推測するしかないんですけれども、ちょっと画像検索したところ、多分黄色か赤がお好きなのかなっていう感じがするんですが、結構黄色が多かった感じがするんですよね。で、この黄色っていう色はですね、非常に好奇心が旺盛でユーモアがあります。で、同時にね、自分という軸をしっかり持ってる。だから、まあ、さっきも言ったように、他人の意見になかなか左右されにくい。で、フットワークも軽いから、いろんなことをバーってやっていって、いろんな発見をする。そういったね、すごくいいパワーを持ってらっしゃるんだけれども、まあ、こう、それが行き過ぎてしまうと、結構他人を振り回す、ような、まあ、形になることもあるので、まあ、ちょっと今の状況に、まあ、当てはまってるのかな、っていう感じはするんですけれども、でもですね、まあ、いろんな意味で、カリスマ性がね、ある方かな、というふうには思いますね。ちょっとしっかりね、色をお聞きしたいんですが。はい。じゃあまあね、今回はね、その辺にしておきたいと思います。じゃあですね、次はカードリーディングにね、入っていきたいと思うんですが、さあ、どう聞いたものかしらね。じゃあね、テレビ朝日さんと、立花さんのお互いの気持ちをちょっと見ていきましょうか。はい、こちらをテレビ朝日さん、こちらをですね、立花さんという風にやって、お二人のね、気持ちをリーディングしていきたいと思います。よいしょ。
はい、ではリーディングしていきたいと思うんですけれども、こちらね、正逆を取らないスプレッドになりますので、こちらはですね、正一として読んでいきたいと思うんですが、じゃあまずね、テレ朝さんの立花さんへのお気持ちを読んでいきたいんだけれども、あのね、正直私占うまではめちゃくちゃ怒ってるのかなって思ったんですよ。けしからんやつだ、とんでもないやつだって思ってるのかなっていうふうに思ってたんですけれども、でもどうも違う、うん、むしろなんかすごい認めてる感じがあるんですよね、立花さんのことを。まあもちろんね、態度でどう示されるかわかりませんけれども、結構心の奥底では、まあテレ朝の、まあどの部員、まあそうですね、上層部の方か社員さんかわかりませんが、彼らはですね、立花さんをすごいね、野心家だって思ってます。うん、だからまあテレビ局っていう場所はですね、いろんな方がいろんな夢を抱いて、いろんなチャンスをつかむために出てきますよね。だからまあそういったね、野心を持ってらっしゃる方がほとんどだと思うんだけれども、その中でも一二を争うくらいの野心、うん、そういったものを持ってらっしゃるっていうふうに、まあ思ってるのかなっていうふうにね、感じますね。だから、ほんとピカイチなんだろうね。立花さんの、そういう、自分の目的とかそういったものを達成しようっていう気持ちが。まあ、そりゃそうですよね。ちょっと前まで、数年前まではね、ただ単に、こう、党を立ち上げたっていう方だったのに、もう今やですね、本当にもう大注目される、ところまで行きましたから、ね、ほんと、群を抜いた、そういったこういうね、野心を燃やした方々の中でも群を抜いた、こういう情熱というか、前に進もうっていう気持ち、そういうのがあるっていうふうに認めてらっしゃる感じがあります。で、同時にね、こちらです。マジシャンなんですけれども、まあ、本来の意味は創造性とか、あとはね、こう仕事がはかどるとかそういった意味があるんですが、多分ね、魔術師でしょう。だからね、何を作るかわからない、何をしてかすかわからないというふうにちょっと恐れてる感じもあると思いますね。だから、まあ、今回の、まあ、件にしても、まあ、いろんなね、情報とかを見てると、やっぱりこう、立花さんに導かれたというか、立花さんの戦略が、やっぱりこう、効いてきた部分ってあると思うんですよ。ですので、もう何を仕掛けてくるのか、どれがどうなるのか、本当にわからないというふうに結構ね、思ってらっしゃる感じがあります。ですから、認めてる、力を認めてる、すごく手腕も認めてるし、野心も認めてるし、本当にすごい人だっていうふうに思ってるんだけれども、こちらですよ。はい、このカードがね、カップの8になりまして、本来の意味であれば、うつろいとか、無気力とかそういった意味があるんだけれども、ここの月がすごいね、入ってくるんですよね。で、この月っていうのはですね、こういうタロットの世界では、不安を示します。ですので、多分ね、相当怖いというか不安に思ってるんじゃないのかなというふうに思うんですよね。だからすごいんだよ。すごいんだけど、何してくるかわかんないし、ものすごく怖い。不安。で、これからどうしたらいいのかっていうので結構揺れ動いてる感じも終わりになるような気がしますね。ですので、まあね、動きにくいですよね。多分ね、テレビ局さんとしてはね。だからこそ、もうほんと、どうしよう、怖いわーっていう風に立花さんに対して、思ってらっしゃる感じがありますね。で、まあどうするかという方針も多分かなり揺れてる感じがありますね。根底に不安があるんで、ですので、まあ、かなりフラフラしてる感じがあると思います。はい、じゃあ次はですね、テレ朝さんに対する立花さんの気持ちをね、見ていきたいんだけれども、まあこれよね、これ、あ、これ逆になってるな、よいしょ、これですよ。戦車、チャリオットですよね。チャリオットの正位置になります。意味的にはね、まあもうガンガンですよ。ガンガン攻める。グイグイ攻める。もう本当にもう、どんどん行くぞーっていう気持ちがすごく強く出てるカードになります。ですから、もう攻めだよね。はい。どんどん攻めていきたいという気持ちがね、すごくお強いような感じがあります。ですからね、昨日の、まあもうああいう突拍子もないようなこと、もうまあこの気持ちの一環で、まだ攻めたいという気持ちがすごく、終わりになるような感じがするんで、まあね、不安になられるのもしょうがないのかなって感じがするんですが、はい、じゃあ次ですね、こちらです。これだけ見たらね、まだわかるんだけれども、実はね、ペンタクルの7か、7も出てるんですよ。で、これがね、不満とか、成果はあるんだけれども、なんか足りないって思ってるカードになります。ですから、昨日のね、騒動ですね。まああれでも、
あ、もうちょっとできたなとか、もっとああしとけばよかったみたいな、そういったね、反省とか、不満がかなり終わりになるような感じがします。はい、まあ我々からしたらですね、いや、もう十分じゃんっていうふうに思うんですけれども、立花さんとしてはもっといろんな、やりようがあった、もっとプランがあった、もっとこうできたのにっていうふうに思ってらっしゃる、そういったまあ後悔まではいかないけれども不満、不足感、うん、そういったのが結構終わりになる感じがしますね。いやー恐るべし、うん、あくまで占いではございますけれども、まあ、そんなことをね思ってらっしゃるということはもう本当すごいよね。もっといろんな展開を考えていたということでございますから、そうね、すごいなというふうに思うんですけれども。で、次です。最後ね、このカードがね、なんかすごい気になるんですけれども、これがね、カップのナイトになります。で、意味的にはね、実は受け身っていう意味があるんですよ。受け身であるとか、あとは柔軟性とか、相手から言われたら、お誘いに乗りますとか、そういった意味があるんです。ですから、なんだろうなぁ。こう言葉がね正しいかどうかわからないんですけれども、自分からことを起こしてますよね。それによってやっぱりお相手はことを起こされてるわけですから反応するでしょう。で、まあその反応されてきたことに対しては、例えば、まあ、何クソそんなこと言うなよとかね、言ったりとか、まあ、反撃する、まあ、そういったねことを考えると思うんだけれども、そうではなくて、むしろ、ウェルカムって思ってらっしゃる感じがあるんですよね。もっと騒ぎを起きろと。うん。で、騒ぎが起きて、向こうが何かアクション、例えば、こうね、抗議とか、訴えるとかが出てきたら、あ、受けましょうみたいな。拒否とかね、もうそんなのはもう話なんか聞きませんよとか、するのかなと思いきや、あ、もう全部受けます。もう何でも、僕は言われたことは全部受けますっていうような感じで、なんていうのかな。マッチポンプって言ったら言葉が悪いと思うんだけれども、まあ自分が起こして起きた騒ぎに対して、ああ、もうじゃあ僕は全部、ね、そういったね、お誘いとかそういったものを全部受けますよっていうふうに思ってらっしゃる感じがあります。ですので、いやー、すごいよね。なんだろう、ほんと、まあ、喧嘩を打っただけでは終わらない。むしろ、それによってまた、新しい展開、次へ次へ繋げていこう、みたいなのすごく考えてらっしゃる感じがするんですよ。ですから、テレ朝さんが何かしらアクションを起こしたら、それをね、大々的に受けていくと思います。ですから、なんか、こう、ね、またこう、テレビに出してもらったら、それに対してご説明しますよとか、逆に、申し訳ございませんでした、もう一回謝罪しますよって言って、もう一回テレビ出るとかね、なんかそういったことを考えてらっしゃる節があると思いますね。いやー、すごいよ。すごいわ。これはすごいわ。で、まあ、真ん中には攻めるっていう気持ちもあるから、受けつつも攻めるだから、なんか、いやー、まあ、そりゃ怖くなりますよね。ちょっとそんな感じがあります。ですので、このね、騒動ね、まだね、ちょっと大きくなっていくような感じがいたしますよ。まあ、もちろん地上波でね、するかどうかは、まあ、ね、怪しいですからね。やっぱテレビさんを敵に回したわけですから、なかなか難しいところあるとは思うんですけれども、またね、さらに大きくなっていく、選挙に向けて大きくなっていく感じがいたしました。はい、大変だと思いますけれども、ぜひ頑張ってください。はい、今回のお話以上でございます。ぜひ参考にしてみてください。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。あとですね、見たいよって占い等ございましたら、コメント欄の方に書いてください。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。